久瀬川の戦いは稲姫の属する東軍の勝利に終わった。東軍はこの勝利を決定づけるべく、西軍はこの敗北を挽回するべく関ヶ原の地に進出。決戦を見据え睨み合いを続ける。戦国最大の決戦が始まらんとするとき、稲姫も父忠勝と共に戦場にあった。太平を乱す不埒者、稲が成敗いたします。第4関ヶ原の戦い、この弓で射抜いてみせます。敵勢我が方を数では上回り、戦場を囲む交渉を抑え、核欲に我が方を包囲しております。わしはこれまで人々の未来、太平の世という重きに寄せ負い、長き道に着実に歩を進めてきた。その歩み止められぬよ。ただ勝つべくして勝つのみだ。太平の世を作るため、この決戦に勝つ。殿の思い、様々な人の太平への望み、この弓で未来につないでみせます。小早川はこちらに寝返る手はずになっており、それまで奴は捨て置き、まずは地固めをせぬ。勝つ方に味方せねば意味がない。徳川殿が優勢になるまで待ってみよう。して参る。とは物騒だね。まあこっちにも王術はあるんですが、今王術を全て失うわけにはいかぬ。敵将稲が討ち取りました。おお、よくやってくれた。してくれるわ。この直政は結構焦って突出しすぎておる。時間の2勝を失っては勝利をつかめぬ。我が首見事取ってみよう。天の助けだ、わしはここに。それでは徳川四天王殿、大したことはないな。稲が撃ち取りました。稲、見事。されど油断は禁物。東軍本陣を攻撃せよ。今なら手薄であろう。立花の名にかけて成功させよう。暗黒時さえいなければ徳川殿に味方できるのだ。どうやら吉川も毛利もわしに味方したいらしいな。旗色が悪いみたいだ。裏切り者と呼ばれるのは耐えられないし、やっぱり東軍を攻めよう。家康の首を取れ。殿の理想を阻む者、この左近が立つ。
全軍出陣。関ヶ原に魏の旗印を打ち立てよ。おやおや、お嬢さん、何で？まだ見ている。戦を始める人がいるから。このままではまずい。援軍を。敵将リナが討ち取りました。まこと見事な武者ぶりよ。俺の軍略、家康に勝てなかったか。友のため、ここで俺は負けられん。まだまだ地上の人が誰も火に生きられる。俺が未来を切り捨てた時点、あなたの負けです。俺は最後まで義のため。何だぞ援軍を。敵将リナが討ち取りました。厳しい戦が私を強くしてくれます。